ドラゴンクエストモンスターズ2イルとルカの不思議な不思議な鍵、実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。ではね、王様のところに行ってね、海なりの金をいただきに行きましょう。言いましたね。どうしたんじゃお前たち、そんなおっかない顔をして。おいお、今までどこに行ってたのです。よくぞ聞いてくれた。わしは水不足を解決するため地下水路に行ってきたんじゃ。みんなを驚かせようとこっそり城を抜け出してな。はははは、はははは。おいお、あなたはとんでもない過ちを犯しましたぞ。あなたが使った秘密の抜け穴から盗賊団が入り、城の宝を盗んでいったのです。なんじゃと、まさか我が国の秘宝、海なりの金もか。なんということじゃ。これより我々は盗賊団のアジトを探し、見つけ次第討伐してまいります。わしも。いえ、王はこちらでお待ちください。これ以上勝手な行動されては困ります。分かった。だが一つだけ伝えておこう。盗賊団のアジトは幻の湖という場所にある。確かな筋からの情報じゃ。幻の湖？そんな湖を見たという兵士が城の外にいたな。一応話を聞いておくか。気をつけていくんじゃぞ。城の外にいる兵士が情報を知っているようですね。王様どっかに行っちゃったね。一応声かけておこうかね。うん。ね。どうしてくれるのかな。お主か。お主には悪いことをしてしまった。せっかく来てもらったのが、来てもらったが、海なりの金はもうこの城にはないんじゃよ。盗賊団から取り返せれば喜んでお主に差し出すんじゃが、本当にすまんかった。この出来損ないの王を恨んでくれ。ちゃんと理解してるじゃないか、出来損ないだと。理解しているだけまだマシだな。いや、意外といい王なのかもしれないな。うん、頑張ってるからね。外にいる兵士が知っていると。お主か。城の兵士たちは盗賊団の討伐に向かったぞ。奴らのアジトが見つかればいいが。こっちか。俺に幻の湖のことを聞いてきたんだ。俺があの湖を見たのは砂漠の北側を見回りしてた時だな。ふっと現れたかと思うとすぐ消えて気味が悪いったら なかったぜ。砂漠の北側を隅々まで探せばあんたも幻の湖に出会えるかもしれねえな。行きましょうか。幻の湖、砂漠の北側ですね。北、向こうか。向こうだな。こっちですね。サボテンボールはいらないからな。スルーし、華麗にスルーしいこう。あれは欲しいかも、あのサソリ。けど強いんだろうな。硬そう。なんかうわ、いっぱいいるから、ちょっと削ろう。数を減らしてからスカウトしようね。安全策を取っていかなきゃいけない。しっかりね。いや、強いなー。やっぱりけど強いなー。毒攻撃、あ、なんとか毒は防げたか。なかなかやっぱり硬いなー。すんなり勝たしてはくれないね。非常に欲しいな、毒攻撃。いいな。あー、毒った。
毒は戦闘が終われば治るんだったっけな。あんまり覚えてないや、そこらへん。あ、そっか、 MP がないんだ。回復してなかった。 MP がないから。しまったな、寝てから行くべきだったな。まあなんとかなるかな。うん、オッケーオッケー。薬草があったよね。薬草まだね5個あるからね、使っていこう。よし、こっちだな。北側、幻の湖。ムービーが入りますね。ん？ん？ん？ドラゴン系最強のオリハルゴンですよ。オリハルゴン、こっちかな。こっち、こっち臭いな、なんかけど入れるポジションがないな。サボテンがやたら埋まってる。こっから入れないかな。入れないな。あれ、北側って言ってたからね。なんか遺跡跡地みたいな感じのところ。あっちか。ちゃんと道なりに行けば着くようになってるんだね。変に探索するんじゃなかったな。こっちだな。こっち、マークついてるもんね。なんかいるぞ、あそこに。なんか跳ねてるのがいるけど、ブチかな。ブチ、ブチっぽいな。着きましたね。何これ、え、何これ。オアシスキャンプにルーラで移動できるようになった。お、私の隣にある光る石はルーラポイントと呼ばれるものを調べれば、ルーラの移動先に石のある場所が記憶されます。あなたの冒険にとても役立つ。なるほどね、ここにルーラで飛んでこれるよってことですね。落ちてるね、なんか落ちてるね。魔法の聖水、回復ポイントだと思ったのにな。あるじゃん回復ポイント。ずいぶん小さな旅人さんだね。お代はいらないから。めっちゃありがたいね。初心者にはやはり優しく設計されている。それがドラゴンクエストモンスターズ。ブドウエキス。あ、これは切れないのか。あ、ここじゃないんだね、オアシス。もうてっきりここだと踏んでいたんだが。北側の砂漠。こっからもう道は途切れちゃってるからね。北側？うわ、こっちかな。あれかな、あのなんか石がいっぱいあるところかな。あー、危ない。アイテムを回収して、これじゃないか。あ、正解でしたね。あそこに見える小屋、あれが盗賊団のアジトだろうか。これが幻の湖か。随分あっさり見つかったが、実はな、ここに来る途中山が動いているように見えたのだ。きっと暑さにやられて幻覚でも見ていたのだろう。それはオリハルゴンだぜ。ドラゴン系最強モンスターオリハルゴン。ん？なんだてめえは。
これが盗賊団か。ん？はっ！はっ！おやおや、誰かと思えば猛獣使いのエデポンゲさんではありませんか。驚きましたか？驚きましたよね。こんなところに私がいるなんて。そうです、この盗賊団をあの城に手引きしたのは私なのですよ。本当に申し訳ありません。あなたを裏切るような真似をしてしまって。それにしてもあなたは優秀ですね。我々のアジトを嗅ぎつけるなんて。消えた、出てきたですが、真実を知ってしまったことをすぐに後悔することでしょう。私は海鳴りの鐘をあのお方に渡し、絶大な力を手に入れるのです。そうしたら真実を知る者をすべて消し去り、私はこの世界を支配する王となる。何者だこいつ。さあ、楽しいショーの幕が上がりましたよ。待ってくれよ、おかしら。結局逃がしたね。何もないな。どうすんのこれ。逃げられちゃったよ。海鳴りの鐘もどっか行っちゃったぜ。あ、外で囲うっていうね、パターンね。サーカス団の団長、まさか貴様が盗賊団の頭だったとはな。もう逃がさんぞ。神妙にお縄につけ。それは困りますね。ショーはまだ始まったばかり。まずは砂漠の美しい夜にふさわしいこんなマジックはいかがですかな。何事だ。なんすか。何。まさかこの背中って、この岩ってなんかオリハルゴンの背中に似ているのは気のせいか。だよね、やっぱりだと思ったんだよな。うわー、やばいぞ、どうする。大変だぜ。巨大な魔物の背中にある湖、これが幻の湖の秘密だったのか。これぞ大自然のトリック。我々はこのオリハルゴンの生態を利用し姿をくらましていたというわけですよ。ああ、兵士長、あれを。おお、いても立ってもいられなくなり、つい追いかけてきてしまった。じゃが、このざまじゃ、やはりわしは役立たずじゃの。おお、さすが兵士長。兵士長、その手を離してくれんか。これはいい機会かもしれん。わしは父とは違う出来損ないの王。このまま砂漠の砂となった方がマシじゃん。バカなことを言わんでくだされ。あなたが黙っていなくなったとき、我々がどれだけ心配したか。王様、あなたは確かに先代王のように優秀でも立派でもないクズだが、ニートでどうしようもないクズだが、ですがあなたのおおらかな性格とその笑顔は先代王にはなかったもの。この厳しい砂漠で暮らす民はその笑顔にいつも救われているのですぞ。そんな風に思っていてくれたとは。やれ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 、間抜けの王のままだったらこれからも利用できると思ったのですがね。し
方がありません。あなたにはここで消えてもらいましょう。モンスターだったのか。ブチ3匹、自分の部下、自分の部下をなんというやつじゃん。さあお前たち、未来の王となる私のために働きなさい。まあブチ3匹ごときね、ちょちょいのちょいですよ。もう全回復したんでね。さあ戦え。あ、特技を使うならを解除しておこうかな。メラ、あー意外とヒットポイントあるね。まあ一応ボス戦になるのだろうな。15食らうか。オッケーオッケーオッケー。作戦変更でガンガンでいこう。ガンガンでいけ。回復は任したぞ花川さみ。ハートブレイク一匹を集中的に攻撃してほしいんだけどな。やっぱりうわぁ、やばい、強くね。とりあえず一匹、あーバカバカバカ野郎。ちょっと待て、オッケーオッケー、ナイスナイス、あーおーナイス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 。いけ、よし。あーやばいな、花川セミに薬草使っておくべきだったな。耐えろ、火の息はやめてくれ、めっちゃ効くから。火の息最強かこれ。火の息ゲーか。オッケーオッケー、なんとかなった、なんとか勝てそうだ。耐えたー、めーちゃ焦ったね今火の息。やはり全体攻撃はいいね、強いわやはり。誰か覚えてくれないかな、デインとかいいからギラとか覚えてほしいわ。さあとどめを刺しちゃってくれ、ご苦労。うん、8887、オッケー、スキルポイントだいぶ獲得したな今ので。スラッシュ11あるよ、どうしよう。守備を上げるか、ここをずっと上げたらね、一応ベオホイミまで覚えれるんだけど、守備力もねちょっと上げておきたいのでね、こうしておこうか。よし、ベビーパンサー、こっちはいいね、脱力切りまでいこう。花川セミ、ベオマラーあるじゃん、なんとかベオマラーまで覚えれればね非常に戦力になる。ザマ、うう、即興で思いついた手品ではこんなものですか。やはりあの方の手をお借りしなければ。さあ団長、もう逃げ場はないぞ、観念して我らに捕らえられよ。まだまだショーはこれからですよ。すげえなこの団長、ほんと何者だこの団長。チョコ財難ペテンシメ、行くぞ兵士たちを、野党逃がすな。どこに行った、オリハルゴン、
ていうかこんな最初のマップからこのドラゴン系最強モンスター出てくるか普通。え？踏み潰されるぞそんなとこ立ってたら。潜ってまたそこに湖ができるというシステムだな。うん。あ、ルーラーポイントだね。ルーラーポイント、ピラミッド付近にルーラーで移動できるようになった。ピラミッド、お主の活躍見事であったぞ。よくぞ盗賊団の連中を打ち負かしてくれた。さてあとはペテン師団長を残すのみだが、あのペテン師めどこに隠れおった。きっとこの近くにいるはずじゃ、見つけ次第懲らしめてくれて構わんぞ。絶対ピラミッドじゃないか。ピラミッド内部だろう。あれっぽいな。あ、違う、間違えた。はい、ではね、一旦ここで動画切ります。ご視聴ありがとうございました。